はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？今回紹介するのはこちらでございます。ドスン、よいしょ。はい、今回はバンダイのウルトラ怪獣ソフビシリーズからウルトラ大怪獣シリーズ5000電波怪獣ビーコン、こちらを紹介していこうと思っております。ウルトラ大怪獣シリーズ5000ですよ。500じゃないですからね。桁間違えてないですから、5000ですからね。このウルトラ大怪獣シリーズ5000っていうのはソフビのウルトラ怪獣シリーズで今まで発売されたことのない怪獣をお値段5000円でラインナップしていくシリーズだそうです。ソフビのサイズとしてはウルトラ怪獣シリーズのスタンダードがウルトラ怪獣500シリーズになってサイズが一回り小さくなる前の、俗に800サイズと言われていた頃のサイズになっております。今でいうところのウルトラ怪獣デラックスシリーズぐらいのサイズですね。ウルトラ大怪獣シリーズ5000電波怪獣ビーコン、見た目はこんな感じになっております。特徴的な形状の頭部もしっかりと造形されてますね。左側面から見るとこんな感じです。ビーコンの猫背がちな体型もしっかりと再現されております。背面から見るとこんな感じです。背中にびっしり生えたトゲも抜かりなく造形されております。そしてこのトゲが思った以上にシャープな造形になっていて、ここはかなり嬉しいポイントですね。右側面から見るとこんな感じです。はい、タグがついてますね。そしてそこに3000と輝くウルトラ大怪獣シリーズ5000のロゴ。この5000の字面のインパクトがやばすぎるね。ソフビの造形に関してはさすがにお値段5000円ということもあってかなりしっかりしたものになっている印象があります。特に背中のトゲが思った以上にシャープに造形されていたのは個人的にかなりポイント高いですね。可動に関しては両腕が間着部分で動くのみとなっております。これ以外の可動箇所は一切ないです。サイズの方を見ていきたいと思います。比較対象として隣にだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア SH フィギュアーズのボディ君並べるとこんな感じのサイズ差になります。俗に800サイズと呼ばれていた頃のサイズしておりますので、だいたい12分の1スケールのアクションフィギュアと並べると頭一つ分ぐらいでっかいですね。 SH フィギュアーズのウルトラマンジャックと並べるとこんな感じのサイズ差になります。SH フィギュアーズと比べるとちょっとでかいかなっていう印象はありますけど、ただ一緒に並べる上でイメージ的にはそこまで悪くないんじゃないかなと個人的には思います。ソフビ堂のミニソフビビーコンと比較するとこんな感じになります。ミニソフビのビーコンも造形悪くないですよね。あとミニソフビのビーコンは背中のトゲが結構カラフルに塗装されているのが味わい深くていいと思います。はい、というわけでウルトラ大怪獣シリーズ5000電波怪獣ビーコンのソフビを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか？さすがにお値段5000円というそこそこの価格設定しているだけあって、造形の方はかなりしっかりしている印象がありました。そしてやっぱりこのビーコンっていう怪獣を選択してきたところ、そこがポイント高いですよね。今回ウルトラ大怪獣シリーズ5000の第1弾としてビーコンの他にもギラドラスがラインナップされていたんですよ。で、僕はギラドラスの方はスルーしてビーコンの方だけ買ったんですけど、ビーコンにしてもギラドラスにしてもやっぱりその怪獣のモチーフ選択がそこをついてくるのかっていう驚きがあって、シリーズの展開自体に次どんな怪獣が来るんだろうなっていう楽しみ、ワクワク感があるのがすごくいいと思いました。ちなみにこのウルトラ大怪獣シリーズ5000、今後もシリーズ続いていくらしいんですけど、さすがにラインナップ全部抑えていくのはお財布的に辛いものがあるので、欲しいのが出た時につまんで買っていこうかなと思っております。一応言っておきますと、個人的にはこの5000円っていう価格設定自体はことさら高いとは思ってなくて、まあ確かにウルトラ怪獣シリーズの装備として見ると結構パンチの効いた値段してるのは確かなんですけど、ただ怪獣装備っていう括りで見れば別にそこまでめちゃくちゃ高いわけではないと思いますし、そもそもこのウルトラ大怪獣シリーズ5000っていうシリーズの性格的に商品化されにくい怪獣を
少しお値段は張りますけど欲しい人のために売りますぜっていう感じのやつでしょうから、この価格設定自体には別に問題はないと思っております。とは言っても現実問題としてね、軽率に手が出せるようなお値段ではないというところもまた事実なので、まあ僕は欲しい怪獣が出た時にピンポイントでつまんで買って揃えていこうかなと思っております。ちなみにですね、このシリーズ第2弾として今ムルチとガボラを受注している真っ最中でございます。そして第3弾でシルエットしか出てないんですけど、ワイヤール星人とカメレキングが予定されているそうです。やばいよね、カメレキング、普通に欲しい。カメレキングはちょっと買おうかなと思っております。個人的な願望としてソフビ化して欲しい怪獣を挙げるならば、ガメロットとかセブンガーとかツルク星人とか、あとはリュグローとか出て欲しいですね。このあたりが5000シリーズで出たらもう間違いなく買いますね。まあ、こんな感じで今後の展開に夢が見れるのもこのシリーズのいいところなのではないでしょうか。皆様も、僕はこの怪獣好きなのでソフビ化して欲しいですとか、僕はこの怪獣のソフビ化期待してますみたいなのがあったら、ぜひともコメント欄に書き込んでいただけると非常に嬉しいです。はい、というわけで今回はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。